皆さんこんにちは、経営コンサルタントの中野です。今日も中野先生の仮想通貨投資教室を始めていきたいと思います。2024年4月29日月曜日、仮想通貨草コイン中野研究会、皆さんお久しぶりです。前回出したのはね、前回の動画は確か2月の終わりですね、2月の終わりにビットコインが1000万円を超えましてね、まさかの1000万超えでしたね。それで、まあ、僕もね調子乗って嬉しくなっちゃって、またね軍艦マーチを流してですね、意味不明なことをやってしまいましたが、皆さんびっくりしなかったでしょうか。今もねビットコインは1000万超えで推移してまして、1100万円になった時もねありましたね。まあ、もう少しゆっくりして、まあ秋ぐらいからね年末にかけて、まあ、2000万いくんでしょうねきっとね。まあ少なくても1300万円いくかな。僕ね毎月300万円ずつ上がるって言ったんですけどね、上がらないですね全然ね。まあ一旦1000万でストップということで、まあどうしてもねドルというより円を意識してるよね。ビットコインは円を意識してて、ほとんど日本人が買ってるんですよ今ね。まあ中国人もまた買い出してますけど、韓国人はあんま買ってないね。アメリカ人もあんまり買ってない。まあ ETF でちょっと買ってるかな。日本人がねほとんど個人売買で買ってますから、どうしても日本円の1000万円というボーダーをね意識してる感じです。そして今日ね、先ほど今ね午前中11時ぐらいなんですけど、先ほどニュース速報がありましてね、ドル円が160円超えいっちゃったと。マジで日銀総裁のね発表で156円ぐらいだったんですね。4円ぐらい上がっちゃいましたね、もうね。記者会見がズタボロだったんだね。あ、これダメだと。で、ちょっとどんどん上がってる感じですね。これ僕222円まで行くって話したんですよね。まあ、もちろんフリーメイソンの方からの情報でね。222だと。222だということでね。まあ、222円ぐらい行くかもね、これね。調子乗ってね、160円行っちゃったから170円行くでしょうね。170円行ったら200円行っちゃうもんね。200円行っても別にあんまり買わないんじゃない世の中。まあ、輸入してる人たちはすごい儲かるでしょうね。わずかなお金でね、大量に儲かる、買えますからね。だから輸入業、原材料がすごい安くなりますよね。石油とかね、電気とかね、小麦とかね。それなのになんで高いの今ちょっと分かんないですよね。はい、で今日のねお題なんですけども、今日現在ですね、4月29日現在、これバイナンスってどうなったのっていうことなんですよ。バイナンスってね、去年の8月までに個人認証を終わらせないとバイナンスジャパンに移行できないよとかね、アナウンスありましたよね。で皆さん一生懸命やったと思いますけれども、実はね僕ねバイナンス口座2つ持ってたんですよね。で1つ目はねきちんとね去年の8月期日までにね個人認証を終わらせておいたんですよ。でもう1つの口座、まあ、メールアドレスが違うんですけどね、まあそっちの方はね、実は6年間放置しておりました。6年間ログインしてません。はい、なぜかというとね、メールアドレス自体が失効しちゃったんですよね。まあ2018年当時ですね。今から6年前ですね。2018年の3月ぐらいからね、僕ね、日本全国暗記しながらコンサルティングやってたんですよね、仮想通貨の。草コインの買い方ってやつのね、セミナーもやりましたけれども、で、この年の1月にね、コインチェックがNEMを大量に流出した
事件が起きてね、大変なことになったんですけども、夜中ね、テレビで逃げ合わせてね。で、これが1月ですね。で、まあその前の2017年12月にはビットコインが高値でね、250万円まで行きまして、そこからどん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 下がっちゃってね、50万円ぐらいまで下がっちゃったんですよね。まあすごい冬の時代もありましたけれども、で、僕ね、2018年の、まあ、3月4月ぐらいからバイナンス口座作ったんですよ。バイナンスは前年の2017年12月に確か営業開始しましたからね、すぐ作ったんですよね。で、まあそれでね、バイナンスでもう草コイン買ってましたから、コンサルティングやってたんですけど、半年ぐらいからしてからね、僕、自分の会社持ってるんですけど、会社のね、メールサーバー、メールドメインですね、ドメイン、まあ、ウェブドメインですね、ドメインが停止しちゃったんですよね。で、なぜかなと思ったら、まあ、クレジットカード支払いしてたんでね、毎月1000円とか。で、それが、クレジットカードが、更新されてしまって、番号が変わっちゃったんですよね。それで支払いが滞ってて、まあ一旦停止ということになってしまって、自分の会社のホームページも表示されないし、メールも送受信できなくなっちゃったんですよね。で、まあで、ドメイン自体が失効してしまってなくなっちゃったんですよ。それでもめんどくせえなと思って、まあこういうのダメだね、大体もう、まあ、仮想通貨とか株式とかね、FX とか、メールアドレスが ID の場合には、Yahoo か Google の方がいいですね。Yahoo メール、Google メールを使った方がいいですね。携帯電話もやめた方がいいですね。携帯電話もキャリア変えちゃったらメールアドレス失効しますからね。それでね、バイナンスは、ヤフーメールは、この6年間ずっと定期的に見てたんですよ。ですから、ちょっとでもね、高値になったらすぐ売っちゃうというね、まあ、よからぬ投資家だったんですけども、もう一つの、まあ、会社のね、メールアドレス、ドメインが失効してしまったバイナンス口座は、ほったらかしですね、ほったらかしというか、ログインできないからね、大体メールがないから、メールアドレスとパスワード入れて、そうすると2段階認証でもう1回メールで送られてくるじゃない、何かが。で、その後、Google 認証とかやるからね。そうするとメールアドレスがないとダメなんですよね。はい、で、バイナンス口座を2つ作りました、6年前ですと。で、1つはきちんと管理してました、Yahoo メールだったからね。で、2つ目は、ドメインが失効してたんですけど、二つ目というか一つ目か。でね、実はね、まあ、最近夢を見るんですよね、よくね。一つ目のね、バイナンス口座、ログインしてみろと。少しばかり金入ってるぞって言ってね、夢を見たんですよね。で、これね、半年ぐらいずっと見てたんですよ、夢を。で、まあ、ドメインね、もう一回取るのにね、まあ、僕の会社のドメインは特殊ドメインだったから他の人に取られてなかったんでね、全然大丈夫だったんですけど、また取るのに、まあ、もちろん最初の2ヶ月間無料なんですよね。だからタダでできるんだけど、めんどくさくてやらなかったんですよね。ただまあ、会社もまた盛り上げていかないといけないし、そうするとね、親の介護も一段落ついたんで、まあ、死んだわけじゃなくてね、まあ、一段落というか、なんていうか、こなれてきたって感じかな。なので、ホームページ作ってね、会社はまた盛り立てていくかということになったもんですから、まあ、ドメイン取ったんですよね。ドメイン取ってメールサーバーを設定して、まあ、メールアドレス何個か作ってですね、自分でね。そして、バイナンスログインしてみました。一つ目のね、6年間ほっといたやつね。そしたらなんとね、日本円の現金で42万円入ってましたよ。現金換算でね。で、嬉しい悲鳴ですと、マジかよと。でね、記憶ないんだよね。
で、6年前実は口座をゼロにして記憶がありますと。まあゼロっつってもさ、あの端数は送金できないわけだから、まあ多分8000円とか7000円ぐらいしかなかったと思うんだよね。うん、まあもっと少なかったと思うな。4000円とか3000円しかなくて、まあ送金できないからね、まあ、全部ビットコインに変えてビットフライヤーとかコインチェックに送るっつっても送金できないから、あの最低金額が足りませんっつってね。だからまあ無視してたわけですよね、ほっといてたわけです。で、あの当時バイナンスもできたばかりです。で、あの当時ね、バイナンスって口座作っただけでね、あの草コインをね、毎月かね、3ヶ月に1回ぐらいね、草コインをね少しずつくれるんですよ。皆さんに、ね、配ってたんだよね。で、僕もみんなから言われたんですけど、なんか変なコインが入ってるんだけど、少しずつってなんか気持ち悪いってよく言われるんですよ。で、これ、ああこれね、あの無料でくれるんだよ。結構外国の口座はどこもそうで、あの無名なコインくれるんですよね。しかもどうでもいい金額、17円とかね。まあビットコイン3ヶ月に一度50円くれたりね、イーサリアム20円とかさ、カルダネで17円とか、あのバイナンスコイン45円とかね、バージ9円、トロン11円のように、まあ皆さん覚えてる人は覚えてますよね。まあ多分今も配ってるんじゃないかな。で、これさ、いくら経っても、もう何年経ってもさ、送金金額に値しないわけですよね。だからほっとくしかないんですけど、6年も経つとね、例えばビットコイン20倍になったでしょ。50万円が今1000万だもんね。で、イーサリアムも9000円とか1万円の時があったんですよ。そっから今50万ですからね。まあカルダネイザー140倍、まあどこから計算して140倍かなんですけど、まあ140とか200とかですね。で、 BNB はね、最初に27円ぐらいだったんでね、で、まあ70円、今10万円ですからね。だから、まあ僕の時代から計算するとまあ900倍ぐらいかな。そうでね、コインマーケットキャップで BNB あるじゃないですか。で、これで全部ってやるとね、こんな今9万5000ですね、今ね。で、まあ2018年この当時、まあ1012円とかね、うん、900円とかね、930円とか。うん。まあ、もっと前の時は、20円とか12円とかあったんですよね。まあ、大体僕は2018年ぐらいここら辺で口座開設してるんで、まあ、1000円ぐらいかな。そうすると900倍ですね。950倍ぐらいですね。1000円だとするとね、もらった時がね。はい。だから900倍とかになってるわけですよね。そうすると、まあ、例えば50円でもね、45円でもさ、これまあ6年間もらい続けて、まあ、最近はもっといっぱいもらえるってのかもしれないけど、まあ、当時ね、45円が2年間ぐらい続いたと、ね、で、そうするとまあ4でしょう。だから10、まあ、年間200円が2年で400円でしょ。400円の900倍っていうと3万6000円なんですよね。うん。3万6000円なんですよ。それで、どういうわけか分かんないけど、BNB が22万円になってました。で、ビットコインは5万円になってました。うん。うん、ビットコインはね、あの5万円になってて、イーサリアムがね、3万円。カルダネーダも3万円ぐらいになってましたね。はい。あの、その当時ね、もう送金以下だったんですよ。だからもう本当に700円とかさ、
400円しかなかったのが、400円でも50倍になればさ、2万円でしょ？だからね、まんざらでもないんだよね。全部もらったもんですよ、これ。全部もらったもん。で、BNB が、まあ 2.2 枚ぐらいかな。だから22万になってましたよ。BNB がね、900倍になったからね。で、これ全部もらったもん。ただですよ、ただ。ただが、42万になったんですけど、まあ、結局送金手数料とかね、換金手数料などがあって、42万円全額下ろせたわけじゃなくて、まあ、日本のコインチェックに送ってね、それで日本円の三菱地方銀行に下ろしたんだけど、まあ、翌日、10時ぐらい、午前中10時ぐらいすぐ下ろりました。38万ぐらいですね。4万円ぐらいは手数料とかね、消えましたね。で、結局ね、バイナンス、僕ね、個人認証してなかったから、この中で換金ができないんですよ、トレードが。トレードとかスワップとかね、簡単トレードができないわけですよ。そうすると、出金だけができるわけ。そうするとね、まあ、草コイン、例えばさ、5000円とか4000円の草コインも、まあ、集めるとすごい金額になるから、草コインはね、空コインとかに送ったんですよ。まあ、コインチェックも草コインいっぱいあるから、今はね。コインチェックにも送ったんですけど、まあ、空コインにも、コインチェックにない草コインは空コインに送るしかないんですよ。本当はバイナンスの中で草コインを、まあ、ビットコインとかイーサリアムに変えてね、そうするとコインチェックに一括で送金できるから、それやりたかったんだけど、できないから。去年の8月までに個人認証やってないからね。ただ出勤ができるから。皆さん、安心してください。ただね、いつまで出勤できるか分かんないんだよね、これね。海外口座だからね。早め早めにやった方がいいと思いますね。で、僕、0円、まあ、だから3000ぐらいしかなかったかな。3000か4000ぐらいしかなかった口座。一旦0円にしたからね、0円とか、まあ、送金、最低送金金額以下ですからね、送金もできなくて、まあ、端数っていうかね、端下金ですよね、いわゆるね。3000円か4000円ぐらいだったと思うんですね。それがね、42万円になってましたから、皆様もぜひね、バイナンス口座、あの頃作ったなと。2018年、2019年作ったけど、ほったらかしだなって、一回ログインしてないなと思ったら、見てください。もらえてますから、勝手に草コインが。で、それが爆上げしてますから。もちろんね、まあ今回、草コインいっぱい、もう100種類ぐらいもらってますからね。その中で最低、送金最低金額以下のものもいっぱいあってですね、まあ、それは送金できませんでした。それ、1万円ぐらいあったかな。バイナンスの中入ってます。1万円ぐらいね。まあ、それはまた増えるの待ってます。また42万円増えればいいですね。で、まあ、空コイン。で、これビットコイン全部変えて、コインチェック。で、ここでビットコイン全部変えて38万円。この辺、金払いいいですよね。バイナンス、クーコイン、コインチェック。金払いすごくいいです。もう速金ですね。すぐに、もう、1分2分で送金されて、翌日。まあ、夜中に、出勤処理しといたら、朝の10時には、三菱UFJ 銀行入ってましたね。38万円ね。はい。ということで、まあ、こういうね、いいことあったということです。で、皆さんもぜひ一度、バイナンス口座を確認してみてください。こんないいことが。あります。まあ、40人も38万ぐらいじゃね。ゴールデンウィーク遊びに行けねえやと。ハワイ行けねえじゃねえかよって、そう言わないで。まあ、これをね、使ってまた、ビットコインとかね、草コインに投資するってこともできるし、まあ、株とか FX に投資することもできますからね。まあ、もちろん38万もあれば、国内旅行だったら、いいとこ行けますよ。温泉ね、奥さんと一緒とかね。彼女と一緒にね、行ってみてください。でね、バイナンス口座ね、なんかログインできないんですけど、っていうのがあって、ただ42万もあるんだったら、一度見てみたいっていうのが、皆さんあると思いますからね。
で、口座開設、開設してあるんだけど、メールアドレスとパスワードをノートに書いてあるんだけど、どうしても、開けないと。で、ただ開いてみたいという方がいらっしゃいましたらね、お電話いただければ09012181504ですのでね、お電話いただければ、日当1万円とですね、交通費だけで、見に行きますのでね、どうぞ、読んでみてください。で、最後にね、投資で一番重要なこと、最近またね、仮想通貨コンサルティング増えてきてですね、宿泊が伴うコンサルティングは、断ってるんですけどね、母ちゃんがいるからね、介護で面倒見てるからね、ただ、日中だけで行けるところは行ってます、車とか電車でね、行ってます、東京近辺だったら行けますからね、あとは、松戸とかね、この東京の金町ですけど、来てくれるんだったら、日本全国から来てくれるんだったらね。僕、金持ち住んでますからね。近くに、寅さんがあるんですよ。柴又の帝釈天がね。早めに終わったらね、帝釈天でも行って、うなぎ食ったり、草団子食ったりね。できますからね。ヤギの渡し渡ったりね。乗ったりできますから。で、翌日もある、暇だったら、ディズニーランド一緒に行ったりね。浅草、雷門行ったりね。六本木行ったり、渋谷行ったりね。新宿行ったり。いろいろご案内できますからね。皇居行ったりね。東京観光、ね。行くのも楽しいかなと思います。で、投資でね、一番重要なことっていうのはね、まずは、いくらになったら売るのかですね。仮想通貨でも株でもね。FX でもそうですけど、まずね、買う前に、例えば、ビットコイン、今1000万だから2000万円になったら十分だよと。ね、1000万円買っといて2000万円になったら1000万の儲けだと。十分だよと。そしたら、まずね、損切りと利確の同時設定をしておくと。で、例えば800万になったら、損切りと200万の損で抑えると。ね、そのままずっといっちゃうかもしれないから。で、利確も、2000万になるだろうけれども、3000万になるかもしれないし、また1000万に戻っちゃうかもしれないんだよね、すぐにね。だから、もう2000万でいいと。で、そのまま持ってたら3000万になったんだけど、1000万になっちゃう可能性もあるから、元通りになってね。2000万円でいいと。で、そのお金はどっからやってくるのと。利確。利確はさ、いくら、ね、2割。損失でただ切るっていうのいいよね。で、利確は、どっからそのお金出てくるのっていうと、ライフプランなんですよね。自分は何歳になったら売るのか、でもいいんですよ。だから、いくらになったら売るのか、何歳になったら売るのか。例えば、子供がね、大学に行くときに、100万必要だ、200万必要だとかね。家を5年後に建て替えるから、1000万必要だとかね。その時に、ビットコインいくらになっててもね、売るしかないですからね。だからその時に売ると。そうすると、ちょっともう少し投資した方がいいなとか、分散投資の方がいいなとかね。体の枝も買っとこうとか、もうちょっと手堅くいこうとか、あと、ちょっと草コインのね、無名なものも買っといた方がいいかなとか、いろいろ、できるわけですよ。だから、今、年齢がね、40歳で、子供がね、あと5年経ったら大学行くから、その時に、200万必要だと。だから、ビットコインがいくらになってても売るしかないねっていうことですよね。で、その後、また買い戻してね。今度は家を建て直すと。ね、60歳になってね、家を建て直すのに、その時に2000万必要だからと。で、その時にまた売ると。そうすると逆にね、これ一番重要なのはこういう一番下ね。米印でね、未来の自分を先に設計するんですよ。で、未来の自分を、こう描くわけですね、ライフプランでね。何歳になったら子供たちが何歳、何歳、何歳、長男が何歳、長女が何歳、次女が何歳。そうすると大学の資金、高校の資金必要だなと。で、留学行きたいとか行きたくないとかあるでしょ？
で、車はさ、5年ごとに買い替えるとか、家はまあ、今、ポンコツだから、今、実家暮らしでポンコツだから、親が死んで、どの頃とかね、親からの遺産が期待できないから、今、投資しとこう。今、いろいろ出るんですよ、これ、ライフプランでね。僕も、ファイナンシャルプランナーの資格持ってますから、国家資格ね。それ試験で出るんで、やるんですよね。で、結構楽しいんですよ。で、自分の未来をね、先に設計しとくと安心ができるんだよね。まあ、老後2000万必要だとかね、いろいろ出てくるんだけど、実際そんな必要じゃないんですよね。で、その分、個人年金でと、お金投資しとくとかね、まあ、FX やっとくとか、株やっとくとか、仮想通貨やっとく。失敗してもこっちでね、ヘッジで、まあ、リカバリーすると。いうようなことやっておくと結構手堅くね、人生と送れるんですよ。だから未来の自分をね、先に設計して、まあ、定年後はね、奥さんとクルーザー乗って世界一周すると。あと、温泉旅行、月に1回行くと。まあ、そういう生活なんかっていうのもね、今、若いうちからね、計画しておくと、で、そのための投資はどうしようってなりますから。ぜひぜひね、これを考えてみてください。はい。それでね、今日はね、この辺で失礼します。千葉県松戸市より、トム・クルーズがお伝えいたしました。失礼します。